あのえー、とこれはですね私は、えー、と今、日本で忘れつつあります第一次産業、第二次産業をいかに元気にするかということがこれから、えー、と日本がですね生き残っていく日本人としてそれから日本が世界にリードできることっていうのはきっとそのことではないのかなというふうに考えております。 でえー、と実はあの私、あの今です、ね、この第一次産業、第二次産業をなんとかしたいなということでそれには子どもたちの教育もまず必要なんではないかなとうう思っております。でえー、と農業を今、実はあの小諸のエコビレッジというところで農業をやっております。 これはあの、えー、と綿の栽培も始めそして、えー、と野菜を植えそれからあの、えー、とそこではあの子どもたちが伸のび伸のびと、えー、生きれるようなねそういった場所を今作っているんですけれどもあのとにもかくにもですね今私たちが今あの着ている着,着るものがですね 農産物だったっていうことをまず子どもたちは知らないですよね。畑から我々の着ているこの下着だとかタオルだとかそういったものができているっていうことをまず知らないということそれを教えていきたいなというふうに考えております。1年間かかって畑で綿が栽培されそして糸を作り生地を作り製品にするまた1年かかるわけです。 合計2年をかけて私たちが使っているものが出来上がってくるというこの現実をぜひみんなに知ってもらいたい100円ショップでタオルが売,れ売られていたりそれから T シャツが売られていたりでもそれが本当の価格なんだろうかそんなふうにして使い捨てのようにこの繊維製品が使われていっている。 扱われていいるととうことを私は非常にですねこれからの世界人間としてとてもやってはいけないことなんではないかなっていうふうに思っておりまして是非ともその綿作りから子どもたちに関わってもらえたらいいなそんなふうにして考えておりますそしてその綿から糸を作り生地を作るというこの第二次産業に子どもたちにも 手伝ってもらいたいなってそんな風にして考えております。そんなことを学んでいくと、実は生きることの基本が見えてくるのではないのかなっていう風に思っております。生きる生きることって何なのかっていうことを感じてもらったら、それが日本を作り世界を作っていくことではないかなと思っております。 今あのここに皆さんあの、えー、とワクワクのびのび子ども塾ということで、えー、と皆さんのところに、えーとえー、小冊子というかなあのリーフレットがあると思います。これ今年の5月に、えー、といわきの児童、えーえー、養護施設の子どもたちをあの呼んで、えー、家づくりをいたします。児童養護施設といいいうのはだいたい 8割以上が虐待児童でありますでここはもう10人が被災地の、えーとまあえー、と被災孤児といった方がいいですねでその被災孤児であります両方ともに家ということが家に帰りたくても帰れないこの家というのが彼女たち彼らにとってのトラウマになっているんではないかなとそのように思うんです。 その家を自分で作るということをやってみたらそのトラウマから少しでも逃れるかもしれない自分で作ればいいんだよもっと簡単に家っていうのはできるんだからそれをやってみてよっていうのが今回のこのプロジェクトでありますこれをぜひともですね年間を通して放射能を体の中に入れてしまった子どもたちの保養のために浄化のために このプロジェクトをずっと続けていきたいなとそのように思っております。ここになんかあの寄付金もお願いしますとかっていうふうに書いてるんですけどもぜひこれをですね私は10年20年長く続けていって日本の国の生きるという本当に生きるっていうのは何なのかというのを子どもたちに学んでもらえたらいいなそんなふうにして考えております以上です。